皆さんこんにちは。旅写真家の笠子です。全国の水族館巡りをしてますけれども、本当に意外だった。日本一素晴らしい水族館としておすすめしたいのは三重県にある鳥羽水族館です。日本一の水族館というと沖縄の美ら海水族館とか、それから大阪の海遊館とか、まあ、あの辺りがね、思い出されるところで、まあ、私も実際に、沖縄の美ら海何度も行ってますし、大阪の海遊館も、2度目今年、また再び行きましたけれど、本当に素晴らしい。だけど三重のね、鳥羽の水族館本当すごいんですよ。そんなイメージなかったんですけど、もうとにかく種類が多い。それから同じ種類でも、何匹もいる。そしてちっちゃいのから大きいものまでいろんなものがいるということで、もう鳥羽水族館が文句なしに日本一の水族館だと思います。そんなイメージないと思うんですね。特に鳥羽水族館がメディアで取り上げられるのはラッコでして、ラッコがですね、立ったり、ね、芸をしたりということで、非常にラッコが取り上げられがちなんですね。で、私もそれを知ってて、なんかラッコがいるだけじゃねっていうふうに勝手に思い込んでしまったんですね。だってもうラッコしか報道されないからね、もうなんかラッコしか取り柄がないのかってやっぱ思っちゃうわけですよ。ところがもう全然違って、ジュゴンがいたりとかですね、イロワケイルカがいたりとかですね、スナメリがいたりとかですね、セイウチがいたりとかですね、大きな動物、あとマナティーもいるのかな、大きな動物が結構他にもいて、しかも何匹もいるんですね。スナメリとかね、5、6匹ぐらいいるんじゃないかな。あんなにね、スナメリが、何匹もいる水槽を他の水族館で見たことないんですけど、あとセイウチも3匹いますし、あとマナティも2匹かな。結構大きな動物が何匹もいる。それから中級ぐらいの大きさのお魚も結構何匹もいます。例えばチョウザメの水槽とかもすっごいね、うようよいるんですよ。他の水族館だとチョウザメがちょこちょこっているだけなのに、もう何匹もいるっていう、その水槽に。で、ただアリゲーターガーとかもですね、結構ね、面白い魚、かっこいい魚ですけれども、こういうのもね、その水槽に何匹もいるんですよ。だから種類も多いだけじゃなくて、そのものが何匹もいる。カワウソなんかもね、可愛いんですけど、カワウソも結構何匹もいて、立ったりしてめっちゃ可愛いんですけど、とにかくその、種類が多いだけじゃなくて、その頭数も多いんですね。で、さらにね、すごいのが、超マニアックな、非常に狭いスペースなんですけれども、超マニアックな魚を集めたコーナーっていうのがありまして、ここにもね、他では見たこともない、なんかリンゴのような、シーアップルっていうなんかね、変わったものとか、本当ね、なんかこう、ロボットみたいなお魚とか、なんかなんだこりゃっていうような変な魚、たちが集まる館っていうのがありまして、もうそこ見るだけでもね、もう1時間2時間平気で見れる。で、ラッコは素晴らしいと。で、あと、バイカルアザラシっていう、ちっちゃいアザラシもいっぱいいたりして、もうね、ほんとね、こんなに素晴らしい水族館はない、見応えのある水族館はないと思います。でも、残念ながら、そんな知名度がないんですよね。やっぱり、水族館っていうと、例えば沖縄の美ら海とか、ね、大阪の海遊館とか、例えば八景島シーパラダイスとか江ノ島の水族館とか、やっぱりそういう方を思い浮かべがちなんですけど、三重の鳥羽水族館ほんとすごいです。私も今まで行ったことがなくて、それはやっぱり大したことないんじゃないか、ラッコぐらいしかいないんじゃないかって思ってたんですが、本当に素晴らしいので、ぜひね、この鳥羽水族館、水族館好きの方、まあ、それからね、ファミリーでもいいですし、カップルでもいいと思うので、ぜひね、行っていただきたい。鳥羽までは名古屋から電車で1時間もうちょっとかかるかなぐらいのところなんですけれども、まあ、名古屋を拠点にして、そこから行けばいいと思うので、ぜひね、水族館好きの方、鳥羽水族館、素晴らしいので、ぜひ行っていただきたいなと思います。